はい、こんにちは。今日はですね、米韓情勢についてお伝えしてまいります。バイデン政権が誕生しまして、対中国ですとか朝鮮半島情勢など、そのですね、バイデン政権の外交的姿勢、初動というものがですね、どのような対応をなされるのかということが注目されておりました。そうした中ですね、北朝鮮情勢などをめぐるアメリカバイデン政権の方針ですね、というものが見えてまいりました。で、結論から申し上げますと、このバイデン政権の朝鮮半島情勢をめぐる対応というのはですね、韓国のムンジェイン政権にとってかなりタフなものとなったように見えます。ムンジェイン大統領はですね、1月18日の記者会見で、金正恩委員長の非核化の意思は明確だ、シンガポール宣言から改めて始めなければならないとの考えを示したというふうに報道されておりますが、しかしですね、このムンジェイン大統領の発言と北朝鮮の主張はですね、正反対だと思います。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は5日から7日の党大会の報告で、核兵器保有量や軍事力を拡大すると表明した。同国国営の朝鮮中央通信が9日に伝えた。2016年5月以来約5年ぶり8回目の開催となった朝鮮労働党の党大会で、委員長は原子力潜水艦の建造について設計研究が終わって最終審査の段階にあると述べた。さらにアメリカは北朝鮮にとって最大の敵であり、革新的発展の主たる障害だとし、誰が権力の座についてもアメリカの対北朝鮮政策の本質は変わらないと述べた。でですね、こうしたですね、北朝鮮の姿勢というもの、ムンジェイン大統領が金正恩委員長の非核化の意思は明確だと発言していることに関しまして、アメリカバイデン政権が看過するはずもないと思われます。で、NHK ではバイデン政権のブリンケン国務長官は就任直後に日韓の外相と相次いで電話で会談し、日米韓3カ国の連携の重要性を強調しました。アメリカ国務省によりますと、このうちブリンケン長官は茂木大臣との会談で、日米同盟が自由で開かれたインド太平洋地域の平和と繁栄の礎であることを確認するとともに、日米韓3カ国の継続的な連携の重要性を強調したということです。またブリンケン長官は韓外相との会談でも、日米韓3カ国の連携の重要性を強調した上で、北朝鮮の非核化に取り組む考えを表明したとしていますと報道されております。ですので、こうしたブリンケン長官の姿勢というものはですね、ムンジェイン政権に北の非核化ということに関しまして釘を刺す意味合いということもあったと思います。で、ムンジェイン政権は過去ですね、例えば2018年10月、北朝鮮情勢をめぐって欧州 EU などに融和を呼びかけたということがありました。ただですね、この際はイギリスやフランス EU などからも、完全かつ検証可能で不可逆的な非核化が必要だということをですね、主張されて、そうしたムンジェイン大統領の融和の呼びかけというものが不発に終わったということがありました。ですので、このようにですね、ムンジェイン政権の北朝鮮の非核化をめぐる認識というものは、 EU、アメリカ、日本などとはですね、大きな違いがあるように見えます。 BBC ではですね、アンキット・パンダ氏は、北の発表は疑いなく、アメリカの新政権がすぐに行動を取らなければ、北朝鮮はアメリカや韓国の国益に有害となる方向で開発能力を質的にアップさせるぞと強調する意図があると分析、バイデン政権はこれを真剣に捉えるべきだと話すというふうに報道しておりました。で、アメリカというのはですね、僕も住んでいたことがあって分かりますけれども、その自国の国益、そして安全保障の脅威となるものに対しましては敏感に反応するということがあると思います。で、そしてですね、バイデン政権は早くも反応を示したということがあると思います。アメリカバイデン政権の新たな外交が始まり、まずは北朝鮮の核ミサイル開発について深刻な脅威だと批判しました。北朝鮮の核弾道ミサイルや核の拡散が世界の平和や安全に深刻な脅威になっていることは疑いの余地がない、アメリカサキ大統領報道官。ですので、こうした状況下ですね、金正恩委員長の非核化の意思は明確だとするですね、ムンジェイン大統領の発言、ムンジェイン政権の姿勢をバイデン政権がですね、どう捉えるかというのは推して知るべしだと思います。バイデン大統領の外交スタッフはオバマ政権時に要職を占めた人が多く、彼らは北朝鮮の行動パターンを熟知している。新たに外交部長官に起用されたチョン・ウィヨン氏は、2018年に金正恩委員長や当時のトランプ大統領とも実際に会い、米朝首脳会談実現の橋渡し役を果たしている。その時もトランプ大統領に金正恩氏は非核化の意思があると伝えた。一言で言えば、ムン大統領の外交スタンスに忠実に沿って動いてきた。一方、アメリカの国務長官ブリンケン氏は、議会の人事聴聞会で対北朝鮮接近法の全面的な再検討を行う意向を表明した。ブリンケン国務長官はシンガポール合意は空虚な外交的惨事と認識しており、北朝鮮の非核化が先行しなければならないとの考えである。バイデン政権がそういうスタンスであれば、米韓首脳会談が現実化しても、ムンジェイン大統領が従来の主張を
まともに展開すればバイデン大統領と衝突する可能性が高い。それはチョン・ウィンヨン長官とブリンケン国務長官との外相会談でも同様だろう。共に民主党関係者は、大統領は朝鮮半島問題や平和プロセスを再確認する首脳会談にしたいというが、逆の結果となる可能性もある。ですのでムンジェイン政権がですね、その従来の南北融和政策ということに固執するようなことがもしありますと、アメリカバイデン政権は断固たる決意を示す可能性もあると思います。でこうした中ですね、アメリカ国務省はですね、一つの注目すべき人事を行いました。中央日報ですが、ムンジェイン政権批判した韓国系北朝鮮専門家のジョン・パク氏、米国務副次官補に任命。韓国系アメリカ人のジョン・パク元ブルッキングス研究所韓国フェローが、アメリカ国務副次官補東アジア太平洋担当に任命された。でこのジョン・パク氏のですね、論文というものが数日前ですね、注目されておりました。でそれはですね、バイデン政権移行チーム参加の CIA 分析官、ムンジェイン政権の対北政策は片思い。ジョン・パク氏は22日過去現地時間、韓国の民主主義に長く垂れ込めた北朝鮮の影と題する文章で、ムンジェイン大統領は自身の対北包容政策を後押しするために国内の反北朝鮮発言や活動を萎縮させ、腐敗と不平等の解消といった国内の政治的目標を弱体化させたと主張した。その上で北朝鮮政権との関係でも進展がほとんどないと指摘した。また人権弁護士だったムンジェイン大統領が対北政策を推進するために人権団体と脱北者団体を抑圧したと批判した。さらにムン大統領と与党共に民主党が推進した対北ビラ散布禁止法の可決によって韓国の民主主義が毀損されたと主張した。パク氏はムンジェイン政権が市民的自由を抑圧したと指摘した。その上でムン大統領について、かつて新北系の関係者らを抑圧していたこれまでの保守系大統領たちと左右が逆になった鏡のような姿を見せていると主張した。中略しまして、これに先立ちパク氏は昨年出版した著書、北朝鮮の謎めいた若い独裁者に対する元 CIA 要員の洞察でも、ムンジェイン政権が朝鮮半島の平和統一政策を推進しながら北朝鮮の金正恩氏を敵からパートナーへと変貌させようと努力していると分析した。ですのでこのような主張をしていらっしゃるジョン・パク氏がですね、アメリカ国務副次官補に任命されたということは、バイデン政権の対北朝鮮政策、ムンジェイン政権の姿勢というものが一つ現れているのではないかと思います。こうしてですね、バイデン政権側の対応ということを見てまいりますと、ブリンケン氏はですね、対北政策において非核化実現に向け日本や韓国などと対処方針を練り直す方針であるということ、そして米韓外相会談において北の非核化に取り組む考えということを念押ししたということ、またアメリカのサキ大統領報道官がその北の核弾道ミサイルがですね、深刻な脅威であるという認識を示したこと、そしてムンジェイン政権の対北政策を批判するジョン・パク氏のアメリカ国務副次官補への起用、こうしたバイデン政権の対応というものはですね、ムンジェイン政権にとってその最優先課題である南北融和政策が追放に帰す可能性ということも示唆しているように見えます。ムンジェイン政権はですね、バイデン政権誕生ということによりまして、その北朝鮮政策ということにおきまして重大な局面と直面しているように見えます。ありがとうございました。ネット大衆紙ブルーカラーではメンバーシップ機能を開放させていただきました。メンバーになってもならなくてもブルーカラーの動画は今までと変わりなく無料でご覧いただけます。今回のメンバーシップの意図はですね、純粋にブルーカラーの活動をご支援いただくものとしてご理解いただければ幸いです。考え方としては投げ銭スーパーチャットと同じような考え方です。僕の動画に対して皆様それぞれの価値観に基づきご支援額を選んでいただければ幸いです。またメンバーシップはいつでも解約が可能です。ブルーカラーのメンバーシップには月額390円から1190円の5つの料金体系がございます。現状支援額による特定の差は設けておりません。パソコンからメンバーシップの手続きをするにはですね、このメンバーになるのボタンをクリックしていただきます。そして料金を選んでいただきまして、メンバーになるというボタンを押していただきます。その後、お支払い方法を選択いただきまして、購入ボタンを押していただければ手続き完了となります。スマホから行う場合もほぼ同様の手続きとなります。ただ iPhone の場合はですね、このメンバーになるのボタンが出てこない場合があります。ですので、この動画の概要欄にですね、メンバーシップ手続きへのリンクを貼らせていただいております。そちらのリンクをクリックしていただければ、あとは流れに沿ってメンバーシップのお手続きが
していただけるようになっております。今後ともネット大衆紙ブルーカラーをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。